ジョン・バートン・クリーランドジョン・バートン・クレーランドは、オーストラリアの博物学者、微生物学者、金学者、鳥類学者である、アデレード大学の病理学の教授を務めた。南オーストラリア州のノー・ウッドに生まれた、アデレード大学、シドニー大学で医学を学んだ。西オーストラリア州とニューサウスウェールズ州の微生物の研究をした後、アデレード大学の病理学の教授になった。 1927年から1928年の間と1941年に南オーストラリア王立協会の会長を務め、1902年にオーストラリア王立長学会に入会し、1935年から1938年の間会長を務めた。1934年、1935年に南オーストラリアの菌類に関するモノグラム2巻を 出版し、それまでのオーストラリアの金類の最も包括的な著作となった。謎の人物の死体が海岸で奇妙な状況で、発見された1948年の不可解な事件、タマン主導事件の被害者の病理鑑定を行ったことでも知られる。野生動物の保護に関心を持ち、1928年にベレア国立公園の委員を務め、 1936年から1965年に議長を務めた。南オーストラリア州の動植物ハンドブック、出版委員会の議長を務め、植物や動物、地質に関連した一連の著作の出版を監修した。1949年にオーストラリア王立町学会の就寝名誉会員となり、1952年に、 オーストラリアンナチュラルヒストリーメダリオンを受賞した。クレランドは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・バートン・クレランドを示すのに使われる。ありがとうございます。